シェリーさん、これ、いつまでしなくちゃいけないんですかあと5分。マイリーさん、精神を集中させてください。肌の奥まで潤いが届くように、静かに祈るのです。なんだ、これ。ああ。でも、お腹空いてきちゃった。ジェリー これ終わったら夜食作って。今日は漁師のおっちゃんにツナ缶もらったんだ。ツナ玉茶漬けにでもしようよ。漁師のおっちゃんいつもご飯くれるおっちゃんがいるんだ。大抵魚とかツナ缶とかだから、漁師のおっちゃんって呼んでるの。なんでもいいけど、こんな時間に食べるの太っても知らないよ。わ、わかってるよ。でも、食欲には勝てないんだよ。 大丈夫。明日いっぱい運動するから食べられないストレスの方がお肌に悪いよこれがガールズトークってやつか。ガールズじゃないけど。それにしても、シェリーさんのお部屋は相変わらずデスティラールさんの CD がたくさんありますね。また増えましたそういえば、これもこの間出たばかりの新婦だし、 デスティラールの載ってる雑誌もたくさんある。当たり前じゃんシェリーってディディの大ファンだもんね。そうなんですか大ファンというか、恩人かな。昔はね、私も女装なんてって思ってたの。でも、可愛い,い服とか、女物のアクセサリーとか好きでさ。自分が男だから、 ああいう格好はできないって勝手に諦めて、でも諦められなくて、ずっとそういうのを隠して生きてきたの。そんな時、ディジーが雑誌のインタビューで言ってたんだ。その言葉が、 胸に突き刺さって、今も抜けないんだ。私はブスじゃない。正直に自由に生きてやるって決めたの。私は音楽も好きだし、今の自分も好き。ずっと綺麗でいたいし、そんな自分を世界中の人に認めさせたい。私みたいに隠れて生きようとしてた奴に、堂々と楽しんで生きていいって伝えるために。 シェリーさん。なんて、ちょっとかっこつけすぎかな。まだ大したこともできてないのにね。いえ、そんなこと。堂々と、か。みんな、もう一度スタジオに行かない僕、今すぐ歌いたい気分だよ。え今からまだパックしてるし、また着替えるのはめんどくさいんだけど。 そのままでも十分可愛いから大丈夫だって。ほら、急いで急いでちょ、ちょっと分かったからパック引っ張らないですぐに用意するからあーれー早く歌いたい。もっと上手くなって、みんなの前で、堂々と。